伏見宮貞房は天皇の嫡流であった。しかし彼が生まれた時にはすでに皇位継承の望みは絶たれていた。彼の祖父スコー天皇は南北朝の騒乱に巻き込まれ、気づけば弟である後光厳天皇の子息が皇位につくようになっていたのである。そしてスコー天皇は自分の息子義人に皇位を譲れぬまま最後の時を迎えようとしていた。時に室町幕府三代将軍足利義満の頃である。応永5年1398年正月13日、七草も終わり小豆がゆの準備に取り掛かろうかといった時、それはまるで雪が舞い落ちるかのように静かにまぶたが閉じられ、そして二度と開くことはなかった。貞房の祖父スコー天皇が崩御したのである。行年65歳であった。この知らせは京都の菊亭にいた貞房のもとにも届いたと思われる。そして当時スコー天皇の御所があった京都伏見へと腰を走らせたことである。スコー天皇の崩御を受けて皆が悲しみに暮れる中、さらなる不幸が彼らを襲った。所領の没収である。スコー天皇は弟の後光厳天皇に皇位を奪われた後も代々受け継がれた所領を保持したままであった。しかしスコー天皇が亡くなった後、この所領を天皇でもないその子義人が保持できるはずもなく、彼らが御所を構えていた伏見の荘園を含め、そのほとんどを現職の天皇後光厳天皇に奪われたのである。同じ年の5月のこと、貞房の父義人は伏見で出家をした。かねてよりの念願だったと。果たして本当にそうであったろうか。伏見の御所に仕えた謹慎は言葉も出てこず、ただ袖を濡らすばかりだったという。貞房の一族は伏見に御所を構えて暮らしていた。このことから彼らは伏見の宮と呼ばれた。今や伏見の領地を失い、御所が残るのみであったが、細々と日々を過ごしていた。しかし彼らのつつましやかな生活は一人の人物のたった一つの発言で壊れた。時の将軍足利義満が伏見御所を所望したのである。義満は皇族を軽視していたわけではない。むしろ義満は幕府が三種の神器もないままに強引に即位をさせた後光厳天皇の正当性の弱さを気にしていた。このこともあって義満は現職天皇の後光厳天皇を気にかけていた。逆にもはや皇位を継ぐ可能性がない京都の外れの宮家のことなど気にかけていなかったのかもしれない。こうして伏見御所は義満に明け渡され、家を失った義人はその代わりとして京都の北にある萩原御所に住むことになった。しかし悲しいかな、将軍切手の願いだからとせっかく明け渡した伏見御所は将軍義満の別荘になるわけでもなく、ほったらかしのままで1年間放置されていたという。伏見御所は義満に奪われた1年後、伏見宮家のもとへ戻ってきたという。義人はほっとしたと同時にやり場のない虚しさを抱えたことだろう。それから二とせばかり、応永8年1401年、伏見の御所は再び奪われてしまう。今度は将軍の仕業ではなかった。
不運にも火事に見舞われたのであった。伏見宮家はここから約8年間京都の西佐賀の地で過ごすこととなった。ところ変わって京都の菊亭こと今出川家、未だ元服も遂げぬまま、そして官位もないまま、和歌の修練に勤しむ定房の姿があった。父義人が伏見を追われたことも彼の耳に入っていたことだろう。しかし彼にはどうすることもできない。そんなもどかしい日々を送っていたある日のこと、応永15年1408年、定房が後年恩思い出と語った出来事があった。父義人が義満に招かれ、後小松天皇の北山殿行幸に参加したのである。北山殿は足利義満が京都北山に建てた山荘である。その中でも金閣は日本を代表する建造物として今も多くの人が訪れている。そんな北山殿が完成したのはちょうどこの年のことであった。義満はその自慢の山荘に後小松天皇を招き、大規模な共演を行ったのである。義満はここに義人を招いた。ただしそれは義人が天皇の嫡流だからという理由などではない。義人は当代一の琵琶の名手として声がかかったのである。当時の公家社会では和歌や蹴鞠などに加え、笛や琵琶といった楽器に精通しているかどうかも重視された。特に須藤天皇は琵琶の道を極めており、その息子義人にもその血は受け継がれていた。伏見宮義人が奏でた美しい音色は北山殿に響き渡り、伏見御所を奪った義満を、そして義人がつけなかった王座に座っている後小松天皇をも包み込んだ。この音色には幾ばくかの複雑な思いが染み込んでいたやもしれないが、義人は伏見宮家の当主としてその役割を完遂した。行幸が終わった1ヶ月後、室町幕府三代将軍足利義満は没した。そしてその翌年には伏見の領地が伏見宮家へ帰ってきた。時代は少しずつではあるが進んでいた。菊亭のつぼみもいよいよ花を咲かせる時が近づいてきていた。時は応永16年1409年、定房はすでに38歳であった。